ヨハン・アンドレアス・アイゼンバースバを抜く、アイゼンバルトとジャグラーの、カラクリヨハン・アンドレアス・アイゼンバルトは17世紀のドイツの医者である。ドイツの各地をサーカス巡業のような方法で治療旅行し、自家製の薬を売り歩いた。バイエルン州のオーベルフィー・ヒタフ派の出身である。祖父も父親も床屋医師で、アイゼンバルトは目の手術や骨折の治療を得意とした。 キリの兄弟からも医学の知識を得た。アイゼンバルト博士と呼ばれたが、もちろん博士号を得てはいなかった。アイゼンバルトは、通常120人にも及ぶ芸人や同化師、学隊と共にドイツの各地を旅した。多くの見物客を集め、学隊が音楽を奏で、コーラスがアイゼンバルトを称える歌を歌う中で治療を行った。自家製の薬を製造し、 大規模に販売した。1800年頃、一比ビンデアドクトル・アイゼンバースという歌がドイツで流行した。歌詞は以下である。砲書では、原田恒夫のビールに関するエッセイ、金のジョッキに銀の泡で以下のような詩で紹介されている。私が、ドクター・アイゼンバウト。パッカ・パパー。私は、私の流儀で病気を治す。目くらもめ焼きにしてみせる。 いざりもたちまち立ち上がる。ブカブカどんどん。タル出版 ISBN 978から49億2471万3260。ありがとうございます。